はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、モザチョイですね。はい、こちら一つでご依頼者水新さんです。はい、よろしくお願いします。さあ、今回も八参りね。この八参りのよいしょ、ドキドキ感すごいですよね。いや、店長もね、かなりやっぱルーキー子ぐらい絡んでほしいし、まあサインかどっちかなんかはねって思う。あ、そうか、一番上はい、シルバー、ドワイト・パウエル、はい、マブスで、その下がモザーチョイ、ハイナンバー、せーの、あ、モザーシルバーすいません、せーの、ウィルト・チェンバレン、レジェンドですね、 MVP、うん、レブロンが良かったな。まあレジェンドなのはいいんですけどね。でその下、はい、サインカードひっくり返ってます、せーの、あ、ルーキーオートですね、ロビー、はい、アイザイア・ロビー、まだ未知数ですね。はい、でその下から、88、1枚目、せーの、フォーブスか。ああ、でも、カード自体があまりない選手ですね。で、ロビー、こちらですね。はい。彼、ルーキーカードって、今まであったのかな？どうなんですかね。で、2枚目いきます。せーの。お、レディッシュ、ルーキー。あ、1枚。はい。88-77ですね。まあ、うん、シルバー、モザシル、88が、まあ、パラレルがだいたい3枚。合計5枚なんですよね。パラレルが。まあ、確率論上、インサートがないので、まあ、サブセットもありますけど、まあ、75、80ぐらいって考えると、まあ、そっか。3枚、4枚に1枚ぐらいのイメージですよね。まあでもルーキーカードの方で良かったです。で、その下がなんかちょっと色が違う。あ、ブラックゴールド。8シリですよね。さあ、いや、ルーキーでお願いしたいね。この前にレディッシュがルーキーですからね、ちょっと分かりません。いきます。せーの。あ、クラウダー。あー、グリズリーズか。まあいい選手ですけどね。68-88、レディッシュルーキーカードの88です。はい、まあ、ホークスもまだね、うん、前衛、うん、前衛の方がちょっとね、うん、不足ですから。はい、でクラウダーもいい選手ですね。彼も1213ぐらいでしたっけ、確かね。6-8、はい、あ、ルーキー見ちゃった。ルーキーは PJ です。 PJ だったらいいですね。 PJ 以上だったらまあ OK かな。まあレディッシュもちょっと出てましたからね。うん、で最後のルーキー、せーの、あ、リトル。はい、まあ PJ の方がスタッツ上はね残してますが、まあ、リトルもいいんじゃないですかね。うん、動けるフォワードになってくれるとどうなんだろう。ガードもやるのかな、ね、動きいいんでね。はい、ということで8リが出ましたね。まあクラウダーでしたけど、まあいい選手なんでね、彼ね。うん、去年はあれ、ジャズ、ミッチェルとやってませんでしたっけ。グリズリーの写真でもう用意できてるんだ。 あ、ジャズだもんね。去年 11.9 ですからね。どこ行っても成績残せる選手になりましたよね。でルーキーがレディッシュ、まあ、レディッシュもちょっと似てるなタイプ的には似てるかもしれないですね。うん、まあ目指すところはこういうタイプかな。どうだろう。うん、はい、まあデューク大で 13.5 ですからね。
まあスリーポイントもできなくない。フィールドゴールがちょっとパーセント弱いですね、その割に。フリースローはいいんでね、まあ、どっちかというと前もできてシューターなのかな、タイプ的に。まあどうでしょうね、はい、あとは練習で監督さんの意見のもとどっちに振るかですよね。はい、でルーキーもね PJ が出ましたので、まあまあまあ PJ 以上だった。 PJ 大学の時どうだったんだ。あ、やっぱ 15.2 か。あ、やっぱりね、得点能力はやっぱりあったんですね、うん、33分で20点。ケンタッキー大だ、はあ、ね、はい、っていう感じでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。